皆さんどうもこんにちは角野布ですということでね私はお天気の資格を持っていますので、ね、台風21号以来ですよねこうやってあのこうモニターの前で喋るのなんてね久しぶりな気がしますけど今回は28日29日ちょっと大雪の予想が出ておりますあくまで大阪京阪神のことについて話そうかなと思ったんですけどいやちょっとこれはなんか厄介な歓喜団かなと思って私は思ったので個人的な意見としてえー このえー、ちょっと解説をねしてみますでもう結論から言うと今回の寒気団ってすごい特殊というか異例の寒気団で、えー、まあ,あの去年おととしみたいなそんな寒気団じゃないなと思います、えーまあそのえー、ちょっとそれを解説していきますこれ上空 5500m 付近で、えー、この水色から紫になっていってピンク色になる時点でこれどんどんこうあ換気がの寒気が 気温低いいいででですすすよよっっここちちの方が高いですよっていう感じですねこっちマイナス何度だったっけな、えー、マイナス18から24度で一番ところピンクのところマイナス42度以下ということになっておりますけどもねこれ上空5500メートル付近よく見ててくださいね、えー、まだこんなところまだまあこの辺だったら雪降らないんじゃないかなとか思ってたんですけど1500メートル付近にします。 そしたらこれあの平地でも雪の目安のこの青色の方がかかってコバルトブルー色って言ったら JR 西日本色がねかかってきているような気がしますけども、えー、まああのさっきと伺えることは低いところの寒気の方が気温が低いんですよねだからその、あのあ5500メートルより1500メートルの方が低いぞと。 いうことでですね、えー、ちょっとこれはあのなんだ。騙されるじゃねえか。というようなあの、ちょっとお天気になったかなと思います。で、あの1500 15名5500メートル付近の寒気で見てると今回大阪は雪降らねえなあとか思ってたんですけど、1500m だったらちょっと降るんじゃないかなと見ております。で、えー、ちょっと大阪のね。えっ、ー、と天気予報。明日曇りなんですけど。 雪降る前提での曇りだと思ってください。で、もしかすると、積もる可能性もあります。で、えーまああのー、もちろんなんですけど、京都、滋、え、賀、ー、福井はもうほとんど雪が降る予想になっております。なので、えーまああのー、新快速とかね、えー、ご乗車される方とか、特急サンダーバード、コウノトリ、スーパーハクト浜風、 辺りの特急列車、えーま、木の先とかもありますけど、えー、その辺にも影響が出そうですね、新快速なんかもう遅れると思います、で、えー、東海道新幹線も米原、名古屋間のところで、えーま、関ヶ原ですね、大雪となる可能性も順番にありますので、えー、時間には余裕を持って帰省ラッシュ、ぶつかりそうですので、注意していただければと思います。じゃあ、今ちょっとね、北海道の北見市をちょっと見てみましょうかね。 えーっとちょっと待ってよ常に行こようかね北見市綺麗な夕焼けですねもう夕暮れですもう本当に綺麗です、ね、え晴れてるようには見えるんですけどもう雪ね積もってますもうもちろん北見は積,、ま、積もってるんですけどこれまた雪降ってくると思いますで、えー、じゃあ今度ね、えー、札幌はい 大雪ですね <laughs> もうあの視界がボロボロになっておりますけども結構ねあの iPhone でカメラも見たいもさっき北見すごい綺麗に映ってたんですけど今回もやがかってると思うんでしょこれ全部雪なんですね、えー、今ねあの北風に変わってるのであの北見の方は晴れててもあの札幌の方に雪が集中しているということになっています多分旭川とかも今猛吹雪かもしれないですね これ全部あの早送りで見てるんですけど、えー、札幌はかなりふぶいているような、えー、雲行きですね。じゃあ一方で、えー、兵庫とかどうかな、近畿地方の,の、えー、宮津、えー、京都宮津行ってみましょう、こちら虹出てましたね、今。 結構今チラチラとこの辺にご注目したら虹が出てるということでね雨がね降ってると思うんですこれね夜なったら雪変わってきますでえ宮津やえ鳥取市内でもえ明日明後日大雪に警戒が必要ですえまあその辺かなまあ福井とか見てみる福井福井を見てみても福井市内ちょっといや行きましょうか あ福井ももうそろそろ雪に変わってくる時間でしょうかね、えー、これから、えー、雲がどんどん今、これ、冬の雲が入ってきておりますので、おそらく福井も雪に変わってくるでしょう。えー、っと、他には、どこが分かりやすいかな、新潟とか行ってみます、新潟はさっき、村上が映ってたんですけど、村上、多分すごいことになった。えー村上は積もっ てないですね海沿いなんですけどかなり大敷ですけどこれはさっき積もってる感じがしたんだけどな村上、村上とか山形山形ちょっと見てみましょうか佐渡どうですかね、佐渡。 え船かなり揺れてますね、これ波がすごいしけてるような、そんな感じだと思いますけど、これ、多分おそらくもう雪降り始めてるのかな、まだ積もってはないですね、雨から雪に変わったところでしょうかね。で、えー、山形、ちょっと酒田とか見てみたいですね、酒田行きまで。鶴岡があるか、鶴岡、あもう完全に雪ですね、鶴岡市内はもう,もう積もってます、ふぶいてますね、ちょっとこれね、えー、なかなか。 ライブカメラを回してみると面白いものですまあおそらく、えー、まあ大雪になってくるでしょ東北で、えー、今回は 天気図をちょっとご覧いただきますと、猛烈に寒気に伴う筋状の雲、これがあると、まあ冬型の気圧配置ということになってます。この辺は穏やかですけどね。おそらく今こういう感じで雨が、雨、雪が降っておりますので、札幌なんかはもろに吹いていると思います。で、このあたり、福井あたりは間もなく、えー 雨が降るあ雪が降るんじゃないかなと睨んでおりますけどまあちょっとあのこうやって遊んでますけどね、まあ、ウェザーニュースが一番分かりやすいと思いますので一番ちょっと見てみようかなえー、っと水蒸気水蒸気わかりにくいな可視画像でいくはい可視、えー、画像とかだとね長いなもしかして1時間おきかこうやって筋状の雲がどんどん時間を増すごとに増えてきてますね でえー、これが明日になると変わってくると思いますし私が大阪で雪を降,る降らせる鍵っていうのがこの朝鮮半島の辺りにあるペクトウ山っていうのがあります。このペクトー山を、えー、分かれる ですよね、寒気がねあのすごい標高の高い山で寒気が2つ分かってまたこれが集合してくるところそれがこの辺りになるんですよね、えー、日本海のんやったっけなに日本海寒気団なんちゃら隊っていうのがあるわけですね寒気団。 集合体かな集合体じゃないななんかそういうのがあってここでぶつかってもろにこの辺で雪雲さらに発達するということですそしてもう一つの要点は日本海側で、あのー、雪が雪じゃない海が温度高いんですよねこの季節に関してはということは寒気と、えー、海の温度で水蒸気が発達してぶつかるということでしかも寒気は 1500m のところが低い海は あ,のあったかいということでぶつかって雲ができやすいんですねだからこの辺りで、えー、大量に、えー、雲がもく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 と渡りますで1 5 0 0ルの雪雲っていうのは5 5 0 0ルだった上の方に一つなんですけどそれが降りてきてるというわけでずーっと,こう、えー、と背の高い雪雲になるわけなんですねなので、えー、断面図からするとあのー この辺六甲山とか中国山地とかはちょっと下の方 5500m だとぶつかって小さい雪雲だったら止まってそこで雪を降らせるんですけどあのジェンガとか重ねたスライド移動するじゃないですかこう上の方がこう止まっても上がこう遠心力でビューンって出てくるようなそんな感じなんですけど、えー、分かりにくいかな例えばここにうさちゃんがいるとします。ウサちゃんが一人いても この上に雲があったらここでキュッてとなんか山があってキュッて止まったらこの上に乗っかってる雲ってこう遠心力スーンってそのままあいちゃいますみたいなそんな感じで山を越えてくるような雪雲みたいな感じですねえつまりえこの雲の身長が高いがゆえに山を乗り越えて京阪神とかにもやってきて太平洋側でも雪を降らせて大雪になる可能性があるということになりますつまり えー、私が言いたいというものは、えー、この日本海側だけではなくて京阪神やあの太平洋側でも雪に注意が必要ということです、えー、日本海なんだっけな日本海換気団水,水上帯水上帯じゃないなんとか隊なんだけど、えー、忘れてしまいました申し訳ございませんもうあの今度またそれをねゆっくり勉強したいと思うんですけども で天気予報の、えー、私が見るので、一番わかりやすいのが、この天気図ですね、天気図、あの等圧線って言うんですけど、等圧線の間隔がだいいただいたい緩めば緩むほどあれ弱いんですけど、今回、きつくてだいたい5本、6本あれば、まあまあ、冬型強いかなと思うんですけど、かなり。 123456あ,あもうこれ完全に強いわってで等圧線っていうのは空気の通り道ですからこういう風に今風が流れておりますでこの辺では蛇行しておりますっていう感じでね今こういう風に空気が流れておりますよってで狭いということはこれはあのもう本当にこうピョンってなるようなそんな感じなので。 えー、風の勢いいいが強いとということを表していますいや下手したらこの辺は食わずがないのかもしれませんけどもうびっしりちょっとそのねあの様子がなかなかわからないんですけどこんだけびっしりあの等圧線が入るっていうのも珍しいことなんですねなので、えー、私もこれ久しぶりにャメ撮ったわっていうぐらいの、えー、天気図ですけども、えー、短期予想天気図見てみましょうかね えー、明日の朝の天気図もこれ、もう爆弾低気圧と言ってもいいぐらい発達すると思います、でえーえーまあ、この辺から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、日本列島にかかっている10本の等圧線、ねえー、ここまであの等圧線びっしり来るかと思ってしまったんですけど、強烈なンバですね。 えーまあ、等圧線の間隔が、まあ、先ほども申し上げたように5、6本だったらまあ冬型の気圧配置かな成功到底だしなと思っていたらこんだけびっしりだったらもう完璧強いじゃないかという生半可な、えー、関係ではないことがうかがえます。けど え今日はねもう新潟とかもうこれから雪に変わってきてますが、ね、金沢も先ほど、えー、福井県でご紹介したんですけど雨降ってるところから多分おそらく夜半には雪が変わってきます名古屋も雪マークがついて名古屋の雪をちょっとご紹介するとえー、まあこれ日本の地形図ではないのであれなんですけどえー、とここにえー、まあ伊吹山地という伊吹山を含めた山があって。 こっちにもなんか飛騨、えー、山脈かな何かがあってちょうどこの、えー、間を雪雲が通るというような、えー、通り道ができることがありますこれを、えー、なんかこうあの雪の通り雪道みたいな感じのことで私は呼んでるんですけどちょうどこの福井県からこの伊、えー、吹山と間を通ってですね名古屋に。 雪がを降らせるということがあります。これが、それはどこかといった関ヶ原なんですね。だから関ヶ原で。 あの雪が多いのはそのため、えー、雪雲の抜け道だからだということを覚えておいてくださいだから新幹線で東京からばーってやってきてあのなんか名古屋過ぎても晴れてるな雪なんか降ってねえじゃんと思ったら岐阜羽島過ぎた辺たりからすっごい雪降る時があります、えー、これはねもう本当にあのここで雪雲が、えー、こう押し狭められて急に強くなったりすることもあるということです バ、まあ、原からまた京都に出てきたら、もうあ雪が止んでるとかね、そういうのもあるんですけど、まあそれはまた別のお話で、今回は上空の寒気が強いということで、まあえー、まあ雪組にはもちろんなんですけど、今度、京阪神とかでもね、えー、厳重な警戒が必要だと思うし、最終の交通手段、えー、をしてください。で、ここでワンポイントアドバイスなんですけど、スタッドレスタイヤって、あのー、みんな雪に強いと思ってるんでしょう。 あれ違うんですよ実際あのスタッドレスタイヤっていうのはあのー、雪の凍結には強いんですけど新しく積もった雪にはすごく弱くてスリップするっていうことがあるので雪に、えー、一番強いのはチェーンですから、あのー、今、あのー、この大阪の方とかにも申し上げたいんですけどチェーン規制が出た場合ってスタッドレスタイヤすごい危ないと思ってくださいねでえっ、ー、とスタッドレスタイヤで 結構舞鶴とかあっちの方行くとチェーン規制になった時っていうの条例変わりましてこ去年の,あの今年の2月かな、えー、立ち往生になりましてですね舞鶴、えー、山形の、えー、山形違う村上か新潟の村上とかねいろんな箇所でねあの立ち往生したと思いますチェーン規制になってスタッドレスだから大丈夫っていうんじゃなくてもうチェーン規制の時はあはチェーンもつけてくださいスタッドレスタイヤの時は。 本当に危ないですでさらにあの中にはそういう村上のあのな何峠か忘れましたけど、えーまあ、あのそのチェーンスタッドレスだからつけてないって言ってそのままあの通ったらそこはもう罰金取られたりするようなとこもありますから雪には弱い凍結には強いけど雪には弱いということを覚えておいてくださいスタッドレスタイヤはね、えー、それだけはちょっと言っておきますで今日の天気晴れのち曇り大阪はね えーまあ今日は雪は降らないでしょ降ったとしても、えー、10時夜10時とか11時ぐらいちゃいますかね、明日こんだけ多分雪が並ぶのって、おそらく平成最後で、で今シーズン初で平成最後だと思います、でえー、明日明後日にかけて雪は、えー、もう晴れていても降ってきます、おそらくこの晴れの中に雪があると思ってもいいと思います。 でえー、週間予報を見てると、能勢では29日の土曜日、これもう北雪はもう積もると思っても大丈夫だと思います、えー、阪急電車、能勢電車、えー、JR 福知山線、宝塚線ですね、のあたりはもうダイヤ乱れてくる可能性もありますし、まあ、神戸電鉄も乱れる可能性もあります。 えー、JR 西日本、ねあのー、新快速電車なんかもうあの北の果て福井県敦賀からやってきますし近江松、近江米あたりでも大阪で雪マークついたら多分積雪すると思うんですよだからもう遅れるという前提で、あのー、お出かけでしてくださいで極力明日明後日、えー、週末明日仕事納めという方がいらっしゃると思うんですけど あのできれば有有給給取取れる方方った方がいいいと思いますあのこんだけ言ってて雪降らなかったらあれかなと思うんですけどあの雪降る私の場合最悪の天気予報って最悪を考えて言うのであの別に雪降らなかった方が雪降らなかったでいいと思うしでもあの雪降った時帰宅困難になってあのなんか帰れないとかなって。 悲しい思いのをするのが嫌だと思うから私は最悪のパターンで今話しさせていただいてますけどこういう事態になる可能性もあるということだけは十分思ってくださいで明日なんですけど今日以上に寒いです、えー、もうあの冷蔵庫の中ですはっきり言ってねあのなんかもう本当に冷凍コンビニの何て言うのかなえっ、ー、と 冷凍チルドとかねあの辺を置いてるような気温になったりしますのでまあ,あの家の中でもね開けて冷蔵庫がふわーんって寒いやつが出てきたりするような気温ですもとう豊中なんか冷凍庫ですねマイナス1度とかそういう風になっておりますので、えー、まああの今シーズン一番暖かい格好でお出かけして仕事をさめに努めてくださいで、えー、極力、あの 家から出ない方がいいかもしれません、風も強く吹くと思いますので、えーまあ、あの交通機関の乱れは最終の、えー、交通案内をチェックしていただけたらいいと思うんですけど、朝7時で大阪の、えー、天気図がちょっとあのまだレーダーが見えなかったんですけど、一応、雪の予想は出ておりますから。 それ土曜日も続きますからもうずっとしばらく2 829は雪に対する警戒っていうのは、えーまあ、あの近畿地方も京阪神も含めて注意してくださいということだけは私はちょっと今回あの急遽、えー、動画を作ってですね言っておこうかなと思います。でまああの 撮、ね、り鉄をする私個人的に撮り鉄をする方ってすごいカメラ持ってやるんですけど手袋と手袋の中にあの回路入れとくとあの結構あったかいんですけど指先冷えると思いますのであの本当にあの冷え性の方とかは十分注意するような気温になりますので、えー、あの今18切符で旅してる方もいらっしゃいますのでね体調面とかでもあの注意していただければなと思います。 はい、ええー、まあ明,日明後日ちょっと大雪に対する警戒が必要ですので、えーまあ、あの一応、大阪とかでは、まあ、うっすらっていうのしか考えてないと思うんですけど、最悪、あの雪雲の風向きが変わりましたら、えー、もう直接吹き込んでくるような北風になったりとか、西風、風でまだちょっと、どういう風が吹くかがわからないんですね、こういう。あの 団のの風っていうのは基本的に北風とか北西の風とかになるんですけどそれがそのペクトーんの気流の関係であの松江の方に流れていくのか福井の方に流れていくのかそれとも北海道の方に流れていくのかちょっと分からなくてその辺が今一番困っているところだと思います。ここれれががわかかるのののっっていつっていいつうのが本当にこれ分かりませんので 明日のえー、とりあえず雪の予報は出ているので今シーズン最後ええ平成最後の雪の予報が出ておりますので大阪に雪マンクがつくってことはちょっと警戒が必要だということだけは覚えておいてください一応、えー、この辺で分かったでしょうか、えー、明日の、えー、天気、えー、十分注意してくださいご視聴ありがとうございました